カノケ介スケは、群馬県渋川市出身の元プロ野球選手、野球解説者、野球評論家、YouTuber。中学校では当主だったが、2年秋に首相となると、同時に保守に転校した。前橋工業高校への進学後は、3年夏の選手権群馬大会で4本塁打を放って、大会新記録を達成。2017年に、 山下幸太が5本塁打を放つまで破られない記録だった。決勝で一条安博を擁する気流第一高校と対戦したもののチームが敗戦を喫し自身も最後の打者になった。在学中には高い打撃センスと大人びた風貌から右打者ながら上州の掛布と呼ばれていた。2000年の NPB ドラフト会議で阪神タイガースから3位で指名。 契約金5000万円、年俸600万円という条件で入団した。入団当初の背番号は63。パンチ力を秘めた打撃や、保守にしては速い足などを活かすために、2軍では2002年の時点で外野手にも挑戦していた。しかし、翌2003年から保守に専念すると、2004年シーズンの終盤に一軍初出場。2004年12月に結婚した。 2006年にはウエスタンリーグで打率348を記録。規定打席不足ながら不足分の打席をすべて本体として計算してもリーグ最高打率なら首位打者に認定される規定によりチームでは1986年の吉川博之、1990年91年の亀山勤以来3人目となる首位打者を獲得した。 同年オフの第二子誕生を契機に、これ以上二軍でくすぶって家族に迷惑をかけられないと一年発起。金本智明が通う広島のジムで金本と共にトレーニングを積み、正捕手である矢野照弘の自主トレにも参加した。背番号ももう後がないという意味で NPB の支配下登録選手が着用できる番号では最も大きい99に変更している。2007年は、 浅井良や野口す弘を押しのけて、初の開幕一軍を勝ち取り、4月20日の対、読売ジャイアンツ戦で、延長12回に、大打出場し、プロ初安打、初打点となるさよなら安打を、豊田清から放った。西部では、抑えとして、リーグ優勝と、日本一に貢献した実績のある豊田から一軍での、出番をほとんど得られなかった選手の一打だったこともあり、 翌日のスポーツ新聞では大きく取り上げられた。翌日にはスタメン出場し、プロ初本塁打を記録。同年の阪神は、右打者の不審が深刻で、本塁打は開幕から10試合目に、当初のライアン・ボーグルソンから出たものが最初で、右打ちの野手が放ったものとしては19試合目のカリノのこの本塁打が初だった。こうしたチーム事情に加え、 彼女自身も初安打のあと1ヶ月近く、打撃好調でしばらくは、代打の切り札的な存在になり、打撃不振だった、正捕手の矢野に代わって、スタメン出場も多かった。その後は、相手の研究もあってじりじりと打率を下げたが、主に代打や代走要員として、ほぼシーズン通して一軍に帯同した。2008年は前年結果を出したこともあり、直正捕手として期待されていたが、 3月に右肘の手術を受けた影響で出遅れ一軍出場は12試合に止まった。2009年は矢野が右肘の故障で開幕に間に合わなかったこともあり、初めて開幕スタメン出場をした。その後も実質的に正捕手として投手陣をリードし、打撃でも勝負強さを発揮した。矢野が復帰した後も安藤雄也や下柳剛以外の先発投手が、 当番した試合で保守を務め、規定打席こそ、あとわずかのとこで到達できなかったが自己最多の127試合に出場し、2桁、盗類、リーグトップの敬遠数を記録した。阪神ハイノキの,木の保守としては、1992年の山田勝彦の114試合、1988年の木戸勝彦の121試合を超える出場数を記録した。同年オフに、 城島賢治が加入したことから、出場機会を増やすため外野手へのコンバート話も一時持ち上がったが、結局この時は保守を続けることが決まった。2010年は一軍で開幕を迎えたものの、城島が正保守となったために当初は出場機会に恵まれなかったが、前年の正保守として、新加入の城島に投手陣の情報を伝えることもあった。やがて打撃と総力を買った。 首脳陣の判断で4月8日に調整のために軍降格。ウエスタンリーグの試合で実戦感覚を養いつつ外野の守備にもついた。連続フリーニング出場を続けていた金本が故障でスタメンを外れるようになったこともあり、4月20日に1軍再昇格すると同日の対広島東洋カープ戦で左翼手として先発出場しシーズン初本塁打を放った。 その後はなかなか出場機会を得られずに32試合の出場に終わったが、内外野手としての出場が19試合で、保守としての出場は1試合に止まった。10月10日のフェニックスリーグ、対横浜ベイスターズ戦で腰を痛め、翌月に追間版ヘルニア除去手術を受けた。2011年には登録ポジションを外野手登録に変更したが、彼女自身は、 保守と両立することを希望。春季キャンプ前の自主トレーニングでは、ブルペンに入って、投手陣の投球を受けることもあった。前述した手術から間もないことから、春季キャンプを二軍で過ごしたが、オープン戦から一軍に昇格。しかし、昇格直後にヘルニアが再発したため、オープン戦からシーズンの終盤まで二軍での調整を余儀なくされた。八月十六日に、 シーズン初の出場選手登録を果たすと、当日の対東京ヤクルトスワローズ戦に7番左翼手としてスタメンで出場。5回裏の打席で村中京平からの二点的時代によって1軍公式戦でのシーズン初アンダー、初打点を記録するとチームも勝利したことから試合後にはヒーローインタビューを受けた。しかし、以降は1軍公式戦9試合に出場しただけで、 シーズンを終えた。2012年には、前年に再発したヘルニアによって、腰の状態が芳しくなく、一軍公式戦には7試合の出場にとどまった。8月31日の広島戦で、本塁打を放ったものの、シーズン終了後の11月13日には、翌年から育成選手契約を結ぶことや、背番号を120に変更することが、球団から発表された。 2013年には7月23日に支配下登録選手へ復帰したことを機に背番号を前年までつけていた99へ再び変更。8月29日に復帰後初の出場選手登録を果たしたが1軍公式戦では6試合の出場で10打数に安打の成績を残すにとどまった。2014年には開幕から2軍生活を送っていた。しかし、 腰痛で戦線を離脱した荒井亮太に代わって8月29日にシーズン初の一軍昇格。当日のタイヤクルト戦でスタメンに起用されると一軍では自身2年不利の本塁打を赤川勝則から放つなど3安打4打点を挙げた。9月22日に出場選手登録を抹消されたが福岡ソフトバンクホークスと対戦した日本シリーズでは 腰を痛めた、荒井高弘に代わって、急遽、ベンチ入り。10月26日の第2006回表にしに、代打で出場すると、武田翔太から球団史上初の日本シリーズ、代打初打席初安打を記録した。また、同月21日には、日本プロ野球80周年記念試合の、阪神、巨人連合チームのメンバーに選出。11月11日に、 阪神甲子園球場で開かれた試合では、6回裏に一番打者、亀義幸の代打で出場すると、二塁打を含む三打数一安打一打点を記録した。2015年には、開幕直後の4月4日に一軍へ昇格すると、主に対左投使用の代打として活躍。代打の神様と称される、関本健太郎が戦線を離れていた、シーズン中盤には、 代打の神様の代役と呼ばれるほど、勝負どころの代打要員として徴用された。6月7日の対北海道日本ハムファイターズ戦と、同月20日の対ヤクルト戦では、代打で敵地打を放った末に、チームが勝利したことから、ヒーローインタビューを受けている。また、レギュラー右翼手の福留康介が休養でスタメンを、外れる場合には、外野手や3番打者として、スタメンに起用。 代打からそのまま外野の守備につくこともあった。しかし、代打からの出場で、センターの守備についていた9月10日の対巨人戦で、9回裏の第3打席に、沢村拓一から右手に死球を受けた。さらに、試合後のレントゲン検査で、右手代後、中手骨の骨折が判明。前置までに1ヶ月以上を要することが見込まれたため、 翌11日に出場選手登録を抹消された。このため、一軍がレギュラーシーズン3位で迎えたポストシーズンでの出場機会はなかった。しかし、レギュラーシーズンでは一軍公式戦66試合に出場。打率274、3本類が13打点と活躍したことから11月25日には、 推定年俸2300万円で契約を公開した。2016年には公式戦の開幕からシーズン最終盤の9月30日まで一軍に大同した。一軍公式戦では勝負どころでの大打起用を中心に前年と同じく66試合へ出場。打率241ながら前年と同じ3本類だ。 前年を上回る17打点を記録した。8月9日の対広島戦では、チーム全体で苦手にしている、左腕投手、クリス・ジョンソンの先発が予告されたことを受けて、3番、左翼手として、スタメンに起用。敵時代1本を含む3安打を放ったことで、2014年8月29日のタイ、対ヤクルト戦、以来2年振りの猛打賞を達成した。また、 本塁打については、3本中2本を代打で記録。シーズンの終了後には、上本博則の後を受けて、阪神の選手会長に就任した。2017年は、春季キャンプから2軍で過ごしたが、眉美明信が、阪神選手時代の1994年に、達成した代打としてのセントラルリーグ記録の更新を、目標に、オープン戦の終盤から1軍に合流。 一軍の公式戦では、開幕から2試合で代打に起用されたものの、アンダを放てないまま4月5日に出場選手登録を抹消された。抹消後は、戦力の若返りを図るチーム方針の下で、7月までに一軍へ戻れなければ、現役を引退すると決意。実際には8月29日に、再び登録されると、一軍公式戦3試合に代打で起用されたが、 いずれも無ンダに終わった。9月4日に再び登録を抹消。9月16日にはこのシーズン限りで現役を引退することなどが報じられた。9月18日に引退を正式に発表。同日に臨んだ引退会見ではシーズン前から引退を覚悟していたが自分の実力がかなり落ちてきたことをシーズン中に 感じたので、引退を決めてからは思い切って野球に臨めている。甲子園は世界一の球場。阪神で17年間にわたって、自分ほど愛された選手はいないと思う。ファンに支えられながら、17年間できたのは、誇りと涙ながらに語った。9月27日、ウエスタンリーグ対広島戦が、カリノの引退試合として開催され、4番、指名打者として、 スタメンに起用されると、8回裏の第4打席では同じく引退試合となったもと、チームメイトのエグサンキから左翼戦へにルイ打を放ち、これが現役最後の安打記録となった。続く9回をもてにし、選手の交代が告げられ2009年10月8日以来のピッチャー安藤、キャッチャー狩野となると、同じく現役引退を表明している安藤の投球に対して、 広島の3番打者、道林翔太は4球で、見逃しの三振。続く4から4の同点で迎えた9回裏、2失走者なしの状況で広島は、打者3番日川直翔を敬遠し、1打出れば、さよならの場面で、4番キャッチャー狩野がアナウンスされ、打席に入るも、飯田哲也の投球に対して中飛に倒れ、現役を終えた。試合後には、 やっぱり最後にキャッチャーで追われたのが良かった。4番キャッチャーカリノで追われましたからね、キャッチャーカリノと言ってもらったので良かったなどと語った。2017年12月1日付で赤星の理ヒが主催する中学生公式野球チームレッドスターベースボールクラブの総監督に就任。同月には大学生や高校生の指導に必要な学生野球資格の回復に向けて 学生野球資格回復研修を受講した。2018年からは、デイリースポーツの野球評論家としても活動。フリーランス扱いの野球解説者として、読売テレビ、サンテレビ、スカイエータイガーズ愛制作の阪神戦中継随時、出演するほか、MBS テレビ MBS ラジオの MBS ベースボールパーク阪神戦中継で、フィールドキャスターを担っている。なお、 阪神はこの年のセントラルリーグ公式戦を球団史上17年振りの再開で終えたことからシーズン終了の直後には球団から二軍打撃コーチへの就任を要請されたが、5時。同年11月25日には戦え、スポーツ内閣の企画で第8回大阪マラソンへ参加すると5時間0分8秒というタイムでフルマラソンデビューを果たした。 2019年からは MBS ベースボールパークのフィールドキャスターとしてタイガース全力応援宣言ぶち破れ MBS がやるのリーダーに起用されている2020年6月からは阪神選手時代の打撃コーチだった八木博史や浜中治などと共に解説業と並行しながらドラフト612でコーチを務める 赤星のリヒがオーナーを務める中学生公式野球クラブ、レッドスターベースボールクラブで監督を務めている。阪神保守時代の2010年シーズン終了後に外野手への本格的な転校が検討された際にはバッテリーを組んできた藤川球児は、カノがこの年すでに外野手としての出場の方が多かったにもかかわらず、投手陣とばかり食事に行っていたことを挙げて性格が 腰向き。もったいないと、腰との両立を応援した。特には、幼少期に習っていたピアノの演奏。阪神での現役時代には、鍵盤を叩くことで、指先の感覚が鋭くなり、キャッチングにも生かせていると語っていたが、実際には、野球に専念してから、ほとんど弾けなくなったという。阪神の現役選手時代には、2016年まで、 トランスに分類される楽曲を本拠地での登場曲に用いていた。2014年に本シリーズでの大打発打席発、アンダは阪神打線がそれまで一人の奏者も出せなかったソフトバンクの武田に向けてチーム18人目の打者として初めて放ったアンダでもあった。翌2015年6月11日に福岡や福岡、ドームでも用された ソフトバンクとのセパ交流戦では、武田の先発が予告されていたことから、一軍では、自身初の指名打者として、スタメンで出場。この試合で、先制本塁打を放つなど、武田との相性の良さを見せていた。MBS テレビの情報番組、セア年。では、可能定期的に取材するとともに、スポーツコーナーの、セア年。スポーツで近況を随時紹介している。 カノの現役最終年であった2017年には、カノとのコラボレーション企画による必殺仕事人逆転狩の弁当を甲子園球場内の売店で販売。同年9月30日放送分の同コーナーでは、狩リのの引退試合や家族に対する密着取材の模様を放送した。ちなみに、逆転狩の弁当の開発に際しては、阪神 OB のヤブ圭一もプロデュースに関与。 同年10月3日に MBS ラジオで放送されたありがとう僕らの虎選手たちでは毎日放送のスポーツアナウンサー井上正雄による引退試合の実況音源を特別に流した。彼女自身は現役引退後の2018年からヤブが解説者井上が実況やベンチリポーターを務める MBS ベースボールパークでフィールドキャスターを担当する。 阪神一筋の高卒選手として、数々の試練を乗り切ったことや、育成選手から支配下登録選手への復帰後に、勝負強い打撃で再起を果たしたことなどを背景に、ファンや、チームメイトや関係者からの人望が厚い。甲子園球場での引退試合では、広島のウエスタンリーグの優勝が決まった後の、公式戦にもかかわらず、開門前からおよそ1000名の待ち行列ができた。 試合後には引退セレモニーの最後に阪神ナインから胴上げされた。ありがとうございます。